皆様こんにちは。市長の松原俊夫です。現在我が国が迎えつつあるソサイティ 5.0 時代は ICT の活用が前提となる世界です。そうした時代において子どもたち一人一人が ICT を利用できるギガスクール構想は極めて重要な取り組みです。私は ICT の効果的な活用により児童・生徒の学習に対する興味や関心をさらに高め、互いに共同した探究学習ができると考えております。また再び学校が臨時休業を余儀なくされた際のオンライン学習や、さまざまな理由により通学が困難になっている児童・生徒の学習参加も可能となります。さらに教員の業務負担軽減を図ることもできると考えております。狛江市では9月末までに各小中学校にタブレット型情報端末を配備いたしました。こちらが小学校に配備されている端末。こちらが中学校に配備されている端末です。各学校では先生方の創意工夫のもと、10月初めからこれらの端末を活用した授業を積極的に実践していただいております。今後は家庭学習システムの導入によるきめ細やかな学習支援や、各学校における効果的な授業実践の共有による授業の質的向上を図る取り組みを期待しております。保護者の皆様におかれましては、ぜひともタブレット型